K1 ワールドグランプリ2020ジャパン9月22日 ABEMA で13時から生中継。今大会は ABEMA プレミアム会員限定で木村実解説の安保力也戦を放送後に楽しめる。では改めて試合に向けての今コンディションはいかがですか？そうですね、あと1週間ちょうど1週間なんですけど、これから追い込みも終わって疲労抜いてとは調整だけって感じです。結構顔もこけて、今一番しんどい時かなと思うんですけど、今日までのその仕上がりとか調整の方は順調でしたか？そうですね、一番きつい時期は乗り越えたんで、あとは疲労づくだけなんですけど、いい感じで今までで一番仕上がってるんじゃないかなと思います。試合自体は半年ぐらいちょっと空く形になりましたけど、この期間、どんなことを一番意識して練習されてきましたか？そうですね、ずっと自分の理想のスタイルを求めてずっと練習してて、ずっと頭を使って練習して、そうですね、試合、コロナで練習、ジム使えない間に、普段できないような練習をして、頭を使うようになりました。例えば3月の金子選手の試合っていうのは非常に僕らから見てるとそのいわゆる理想に近いような試合だったのかなと思うんですけど、なんか、言える範囲でどういった試合が自分の中で理想だというふうに考えてますか？何も当てさせずに、完封して倒すっていうのが理想なんで、それ、まだ全然できてないですけど、ちょっと感覚はつかんできたかなって感じはあります。改めて郡司選手の、挑戦者ですけど、改めて印象どんな印象ありますか？攻撃力はあって、いい選手です。前回対戦した時とそれ以降の試合っていうのはなんかご覧になってますか？試合、そうですね、今までより、その試合慣れしてるなっていう感じが最近の試合見てて思いますね。やっぱとはいえ久村選手もいろんな試合やってきて、やっぱり自分の方がこの期間やっぱ伸びてるとか成長してるなっていう手応えってありますか？はい、そうですね、それは間違いなく成長レベルの差は前より開いてると思います。向こうも成長してると思うんですけど、それ以上に自分がやってきたことは質の高いことをやってきたんで、そこで試合したらその差が分かるんじゃないかなと思います。もう先ほどの理想の話じゃないですけど、もう打ち合って激しい試合とかじゃなくて、もう自分はもう一発ももらわずに、もう完封して勝つっていうのがもう自分のテーマですか？そうですね、もういい勝負とかじゃなくて、誰とやっても圧倒的に勝てるようなスタイルを目指してます。またベルトのかけた防衛戦、チャンピオンとして試合するという部分での心境はいかがですか？そうですね、チャンピオンとしてしっかり強さをみんなに、クラッシュのチャンピオンの強さを見せれるんじゃないかなと思います。ベルト取ってからの自分の変化、1回防衛もありましたし、K1 の試合もありましたけど、何か変化ってありますか？やっぱりチャンピオンの自覚はだんだん、長いチャンピオンになってから、結構経ってくるんで、その自覚っていうのはより強くなってきていると思います。やっぱり前回の金子選手の試合も踏まえて、久村はここまで強くなったなとか、こんだけ差があるんだっていうところをやっぱ見てる人たちに見せつけたいですか？そうですね、そうこの階級で一番強い、まあ、世界で一番強くなることが目標なんで、まあ、次の試合でクマラが一番55で強いなと思われる、まあ、見せれると思うんで楽しみです。まあやっぱこの試合、まあ、グニ選手もいい形でここまで勝ってきていて、今回、クマラ選手やるってことで、やっぱここで結果出せば、また先につながると思うんですけど、その辺はこう意識してますか？そうですね、やっぱりまあチャンピオンなんで、まあ、追われる立場になってるんで、まあそうリベンジするって、まあ、みんなに言われるのは当たり前なんで、まあ、でも自分も挑戦者なんで。まあそこを忘れずに、まあ、チャンピオンとしての自覚もあるし、自分もチャレンジャーなんで、そうですね、うん、まあリベンジしてまあ大丈夫です。あとはやっぱりこの、防衛戦クリアした先に目指すもの、目標にするものはズバリなんでしょうか？まあやっぱり K1 のチャンピオンを倒すことですね。まあやっぱりそこはずっと一度戦ってからもうなんか気持ちは変わらないですか？そうですね、まあ自分はこのスーパーバンタムの K1 のチャンピオンになるためにやってきたんで、まあ、そこは何も変わらないですね。ではもう最後に、今回の防衛戦、本当にいろんな人が楽しみにしていると思うんですけど、そういったファンの皆様に向けての、まあ、メッセージだったりこういった試合を見せたいというのがあればお願いします。今回防衛圧倒的に防衛して、55キロで一番強いということを証明するんで、楽しみにしててください。